ズワのこんにちは、アルケミースターズトブトリアスカでございます。先日のウルザマでですね、ようやく手にしました一品がこちら。これですよ、 SHP 型進行調整法ウルトラマンガイアですよ。ついにですよ。実はですね、ウルトラマンガイア関連の商品 YouTube で出すの今回が初めてなんですよ。なぜならば僕も生粋の TDG 世代ではある。むしろウルトラマンガイアの頃がですね、保育園年長さんということで TDG の中で一番印象に残ってるまである記憶が一番鮮明。ただですね、なぜかガイアとなりますと全く嫌いってこともないし、めっちゃくちゃ好きだし、もう何周も見てるんだけど、なぜかグッズに触手が動かない。やっぱりティガとダイナって世界観繋がってるし、ティガは初めてのリアタイのウルトラマンっていうか特別枠、ダイナは今でも一番好きってことで、若干の好き度合いに欠ける部分があるんですね。ただフィギュアやつだったら場所も取らないし、他のおもちゃに比べてまだ安価だし、やっぱりね TDG 世代ということで、ティガダイナ持ってればガイアは置きたくはなるということでですね、ウル様の物販会場に潤沢に置いてありましたのでですね、買ってまいりました。楽しみに開けてきたと思いませんけど、こちらパッケージでございます。真骨頂製法としてはいつもの通りオーソドックスなパータンですね。ウルトラマン関係は背景が真っ黒ですので、すごくシックな感じがして個人的にはとても好みでございます。ティガダイナと並べるとこんな感じですね。もうすでにスライドした胸厚でございます。やっぱりこの3人は3個1ってとこありますからね、せめてフィギュアだけでも並べておきたいという感じでございます。裏面こんな感じですね。ウルトラマンガイア V2 の本体の紹介が入っております。なんか一枚出ました。こちらセット内容でございます。ウルトラマンガイア V2 本体と、いつもの通り値段重ねの下の段に交換用手首パーツとカラータイマー、ガンダムストリーム用のパーツが付いております。こちらウルトラマンガイア本体でございます。かっこいい、よく見慣れたウルトラマンガイアそのものですね。ティガダイナって結構見慣れてますけれども、ウルトラマンとしてのデザインの完成形としてはガイアが一番完璧じゃないかなって思うんですよね。見慣れた赤とシルバーのラインに黒が胸元に一色差し色で入ってて、全体的なシルエットカラーリングとしては歴代のウルトラマンに近いながらも、その胸元とあとは削りが入ってる頭部の金色でですね、平成らしさが入ってるっていうところで、割と正統派なウルトラマンっていう感じが一番するのはガイアじゃないかなって思ってます。まあ、あとはこれまでのティガダイナ同様、このフィギュアもですね、ゴンドウさんの体型を元に作られてると思うんですけれども、体のラインの都合ですかね、よりスマートというか、より細身な感じを受けるウルトラマンだなっていう感じもしてます。あとはですね、これ胸のゲージが黒くなってる V2 っていう形態なんですけれども、一応ウルトラマンガイアとしてはパワーアップ形態に当たると。オリジナルのガイアはこの胸元が赤いガイアなので、そういう強化形態が今現在では通常形態として扱われてるっていうのは、ウルトラマンオーブのオーブオリジンに近い、てかもうこっちが先ですけど、いう感じがしますね。このね、頭の金色とか、ちょっと削りが入ってるようにも見える頬のあたりとか、顔周りは割とウルトラマンガイアそのものっていう感じで、めちゃくちゃよくできてると思います。割と真骨頂製法ティガもダイナも似てたんですけれども、ガイアは唯一おでこにクリスタルパーツが入っていないので、その分頭に金の塗装が入ってるっていうことで、このシルバーと金の塗装の発色めちゃくちゃいいですね。もう触った感じですね、この胸元のプロテクターと胴回りはこれまでのティガダイナ同様軟質パーツだと思うんですけれども、これまでの3体の中で一番軟質感が薄いですね。特にティガとかダイナはこう前屈姿勢取られた時にここがへこんじゃうくらい軟質だったんですけど、今回は触ってみるまで軟質なのかそうじゃないのか分からなかったりしたんで、可動としてもまあ申し分ない感じですね。特に真骨頂製法ですから不自由なく動かせる感じです。腕回りも水平、足回りもほぼ180度開脚、前後左右ともにストレスなく動かすことができます。特にこの辺なんかも軟質ですから、ももの塗装削れなんかも心配する必要ありませんし、まあこれはウルトラマン全般そうですけれども、かなり人型に近いシルエットですからね、アーマーとかの負荷物がない分塗装削りや干渉を心配する必要はないところが嬉しいですね。こう必殺技前のね、フォトンエッジのためのポーズの前屈姿勢なんかも取らせることができます。ちょっと今動かしててちょっと思ったのは、強いて言えばこの足首周りがちょっと緩いかなっていう感じがしますね。なのでこの姿勢で自立させることは結構難しいです。手首パーツを組み替えればガイアおなじみのファイティングポーズも取らせることができます。やっぱりちょっと足首若干弱いなっていう感じがします。個体差ですかね。ただやっぱりガイアのこのファイティングポーズ結構特徴的ですから、ティガとダイナの折衷案のようなこのポージング取らせるだけでガイアのあの声が聞こえてきそうな感じがします。やっぱりね、こうしてティガ、ダイナ、ガイア並び立つとめちゃくちゃ胸厚ですね。もう我々世代90年代生まれとしてはこの並びは非常に熱いんじゃないですか。もう本当に僕この並び見るだけでね、あの当時めちゃくちゃ思い出す。土曜日の夕方6時ね、もうスイミングスクールが終わって、あのプールの塩素の匂いのまんますぐに家のテレビの前に座って見てたあの感じ。真骨頂っていうだけあってめちゃくちゃ3体ともよくできてますから、もうスーツのシワ感とか、当時は全くそんなこと気にしてなかったけど、スーツアクターさんの動きの癖とか、とにかくその3人のウルトラマンらしさっていうものが完璧に再現できますから、もうこの3人のウルトラマンのね、エンディングテーマとか聞くと本当にあのスイミング終わりの空気、土曜日の夕方の空気を思い出します。
ます。もうとにかくこの3人のウルトラマンは今でもなお現役で活躍してるくらいですから、もうレジェンドですね。世代ドンピシャとしても、当時を思い出せるアイテムとしてめちゃくちゃよくできてると思いますし、世代じゃない方も今なお活躍してる現在のティガ、ダイナ、ガイアっていう感じでですね、とにかくウルトラマン好き全員に刺さるフィギュアだと思ってます。はい、というわけで以上がですね、SHP 型真骨頂製法、ウルトラマンガイア V2 の紹介でございました。やっぱりこの3人の主人公ウルトラマンの共演っていうのはね、一部の世代の層にとっては本当にむっ一部の世代の層にとっては本当に胸熱ですから。もう変身アイテムはね、ティガ、ダイナしか持ってないんですけど、やっぱりフィギュアだけでもティガ、ダイナ、ガイア3人揃えられてよかったなっていう感じはすごくします。欲を言えばね、ここにアグルと、それから今やってるでしょ、キングオブモンス。あれもね、ポチってないんですよ。あれがあったらなお熱かったんだろうなって思ってます。あの映画もね、保育園当時、親に連れて行ってもらって見に行きましたので。以上をもちましてね、PDG の25周年プロジェクトももう今年で終了かと思われてますけれども、どっこい来年になったらね、ティガファイナルオデッセイ25周年ですから、来年あたりね、いよいよカミーラさんフィギュアスかお願いできませんかね。やっぱりね、いろんな層に需要あると思う。ティガ好きとしても絶対揃えておきたいし、近年のねダークネスヒールズとしての活躍も目覚ましいですから、カルミラに並んでカミーラのフィギュアスも絶対にみんな待ってると思う。 TDG25 周年の最後を飾るプロジェクトとしてカミーラさんフィギュアスお願いします。ということで今回のウルトラマンガイアめちゃくちゃいいね。スイミングスクールに通いながら見てたっていうことで、なんかちょっとこの体のボディラインがね、水着っぽく見えたりなんかもして、そこもちょっと5歳の僕としては親近感湧いてました。ということですね、この3体のウルトラマンようやっと揃いましたので、フィギュアーズ棚のど真ん中ドセンターに3体並べて飾っておきたいと思います。というわけでまた次回のフィギュアーズでお会いしましょう。バイバイ。